はい、乙女座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーの田原です。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は8月の星の動きと8月全体のタロットリーディングをさせていただきます。それから、私の LINE 公式アカウントがやっと準備できました。こうやって動画で星の動きをお伝えするだけではなくて、LINE でテキストでどんな星の動きかを確認できたり、登録特典も無料の、登録特典もありますので、よかったらお友達登録よろしくお願いします。それでは早速、乙女座さんの8月ですが、前半は魔法が使えるような時です。力を蓄えて備えるのがいい時です。深い感情を解放できる時でもあります。不思議なことが起こったり、不思議な状況の調整っていうのも起こりやすい時です。後半は始まりの時です。出会いがあるかもしれませんし、全てにおいてスタートはいい時になります。7月29日が新月だったんですね。で、この新月っていうのは乙女座の皆さんにとってはちょっと見えないところで起きますので、感じにくい方もいらっしゃるかもしれないんですが、少し前にアップした新月満月の動画の中でもお伝えしたように、ちょっと7月29日の満月っていうのはこう動かないと思っていたものをグラグラッとこうそこから揺らして変化させていくような動きがあるので、特に乙女座の皆さんにとっては自分でも気づかないような感情に触れてそれを解放していくっていうこともできそうですし、もしかしたら何が起こっているのかわからないなっていうような状況の調整があるかもしれません。これはご本人は何が起こってるか分かんない、どういうことなのって思ったとしても、これは明らかに宇宙から良かれと思って起きている、その揺さぶりだったりとか、こうこれからの自分にとって必要な調整が起こっていると思ってください。ちょっとこちらのカレンダーをご覧ください。8月の動き書いてあるんですけども、8月12日、そして8月20日、8月23日、8月24日と8月27日になります。ちょっと解説していきます。まずその7月29日から8月27日までの1ヶ月間っていうのは、そういう全体的にはこう見えないところでグラグラっと揺さぶられて何か調整していくので、もしかしたら何が起きてるかわからない、気づかないっていう方はもうそれはそれで全然 OK です。もう身を委ねて安心して過ごしていただいたらいいですし、ただちょっと気持ち的には何かを率先してやっていくよっていうよりは、ちょっとお休みモードというか、大いな流れに任せるっていう形で自分のエゴっていうのは少なくして、こう調整していく、休んでいくっていうことの方がいいんですね。そして忘れていたような昔の感情っていうものを思い出して解放したりとか、ああ本当にこれはもういらなかったんだっていう、いらないものをこう削除していってるような、削除って言ってもなんかこう痛く切り離すとかではなくて、あもう本当にこれ必要なかったんだっていうことで、こう消えていってもらうみたいなね、なんかそういうことがあるかもしれません。ですのでお仕事に関して、中にはもしかしたら健康のことでそういう何かが溶けていくとか流れていくということもあるかもしれないですし、誰かとのコミュニケーション、昔言われた言葉で忘れられなかったものがようやく溶けていく、離れていくっていうこともあるかもしれないんですけど、非常にこれは調整されているだけです。そして中にはこの不思議なこの調整のエネルギーっていうものをすごくこうプラスに受け取って、なんか不思議なことが起こるっていうのかな、 なんでこんなことが起きたんだろう、ラッキーみたいなことがある方もいらっしゃるかもしれません。で、そういった1ヶ月の中で、分かりやすいエネルギーで言うと、まず8月12日なんですけれども、8月12日っていうのは満月でもあるんですね。で、この満月っていうのはその健康面とか日常生活の調整として現れたりとかするので、ちょっと体調がおかしいなという時は、自分の中の何が今溶かされていってるんだろう、何を消化してるんだろうって思って過ごしてみてください。そしてこの満月の時っていうのは引き寄せることも可能なんですけども、ちょうどね、喜びとか愛情っていうものを見えないところから引き寄せるっていうのがあるので、何か不思議なご縁がつながったりとか、ああ自分ってこんなに大事にされてたんだっていうことをまた思い出したりとか、そういうこう何か温かい感覚っていうのを感じられるかもしれません。そして8月20日以降なんですが、ここからね、お仕事頑張るぞみたいなバイタリティっていうのが社会に入ってきます。ですので社会を切り開く力があるというか、試したくなるとか、無理かなって思ってたこととか、例えば動かないと思っていたものを動かせるんじゃないかっていうような感覚になってチャレンジしていきたくなるんですね。これは仕事や社会に対して非常にプラスに生かせる動きです。
で、それから8月23日以降、まあ、お誕生日を迎える方もいらっしゃると思うんですね。おめでとうございます。ここから光がこう自分にスポットライトが当たり始めるっていうのがあるので、この8月23日まで頑張ってきたこととか、寝かせていたこととか、調整していたことっていうのが、あ、日が当たり始めたっていうことで、それを表に出していく、始めていくっていうスタートの時になります。このスタートは基本的には何でもいいです。もしですけどお誕生日が9月でまだ8月23日は誕生日来てませんという方も、もう流れ的には8月23日から光は自分に当たり始めているっていうふうに思ってください。まあちょうどね、8月20日から社会とか仕事とか、なんかそういったエネルギーバイタリティが上がっていて、なおかつ自分自身を中心に考えよう、自分をどう輝かせようかっていうエネルギーが8月23日から始まるとしたら、本当にこれから自分はどうしていこうかなっていう新たな気持ちでフレッシュに物事を見て決めていくことができるようになると思います。そしてこれはですね、8月27日の新月にもつながってきます。まあ、その前に8月24日から天王星が逆行するっていうのがあるんですけども、これはこの8月だけの話ではなく、もう来年の1月までちょっと長い時間をかけて調整していく法的なことだったりとか、社会的ルールっていうものがちょっと調整に入るかなっていう形で、乙女座の皆さんにとっては自分の専門性とか自分の特技っていうものをそのままダイレクトに世に出していきづらいっていう、そんな風に感じる方もいらっしゃるかもしれないんですが、でもあえていいんです。こう寝かせたりとか、策を練ったりとか、いろいろ試行錯誤して考えるっていうことがより一層自分を磨くっていうことになるので、これはまあ8月24日からまあ来年まで、じゃあ何を時間をかけて磨いていこうかなっていうテーマがまあ一つあるぐらいに思っておいてください。そして8月27日が新月なんですけど、この新月はね、もう乙女座で起こる新月ですから、まさしくまあ8月23日以降光が当たるよっていうことで、もうここから始まってるんですけど、特に8月27日にじゃあ決めますということで自分の中で決意する、この新月詳しく言うと17時17分なので、まあ夕方以降夜とかに自分がこれからどうしていきたいかなっていうことをしっかりと自分の真実とつながって意図するっていうのはすごくいい流れになると思います。はい、まあこういったことを踏まえてちょっとタロットも見させてください。まあね、この8月のちょっとお休みモードとか準備するっていうところから光が当たるよっていう、なんか夜明けっていうのは非常になんか華やかな展開ですよね。だから8月結構面白いと思います。前半後半がちょっと違う流れになるんじゃないかなと思います。まあ、ちょっとカードはでも1ヶ月全体のテーマとして見させていただきます。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。8月全体です。はい、ソード3の逆とソード4とペンタクス10とカップ8の逆とワンドエースと忍者とカップクイーンの逆ですね。そして対策がペンタクスページとジャッジメントの逆位置とオラクルがマジシャンの逆位置です。なるほど、いいですね。あのマジシャンとかエースが出てるってことは、やっぱりあ、何か新しくしていきたいみたいな、もうそういうネタがあるっていう感じがしますね。そしてちょっと前に何かしらの達成を感じたりとか、あのやりきったよとかご褒美みたいなことがあった方っていうのは、もうその感覚っていうのを十分に感じて、じゃあ卒業して次に行こうみたいなね、なんかそういう流れになると思います。ただちょっと出だしがですね、ソードの3の逆なので、もしかしたら少しあの精神的に疲れていることがあるとか、あの気になることがある、なんか可能性は見えつつあるし、これからもこうしていきたいなみたいな思いあるんだけど、できるのかな私にとか、どうなのかなって、もし心配があるとしたら、もうそれは、その心配っていうのはおそらく時間とともに解決していくなっていう感じです。こう心配がなくなったからできるとかうまくいくってわけではなく、やっていくうちにそんなこと考えてられなくなるみたいな、心配事は後ろにどんどんあの通り過ぎていくっていう感じで、今あの感じてらっしゃることっていうのは、その現実にはならないって感じがしますね。で、ちょうど8月の23日までってね、ちょっとお休みしましょうとか、ゆっくり休みましょうという時なので、やっぱりね、たっぷり寝てほしいです。たっぷり休憩をとってほしいです。あのそれ
それできてるんじゃないかなと思うんですけど、その調子でその調子で休んでくださいっていうか、その調子でゆっくりと神経を休ませるようにしてください。そうすることで感じられる喜びっていうのが必ずある気がするんですね。もう休み切った後はやりたくなるっていうかね、いろんなことを行動したくなる。十分寝た後はもう自然と目が覚めるみたいな、そんな感じですね。はい。そして新しく、まあ8月のね、特に20日以降とか頑張るぞっていう気持ち出てきそうなんですけど、ただまあね、頭いい方も多いですし、策を練りたくなったりとか、よしじゃあ状況を把握しよう、調べるところから始めようとか、この考えは間違っていないか、ちゃんと自分でも検証しようみたいな、そういったなんか律儀なエネルギーというか、しっかりとした感覚があります。ただね、メッセージとして言われているのは、あんまり考えすぎて余計な深みにはまらないようにしてくださいねって感じはありますね。明らかに、まあ、自分の頭がですね、どれだけこういろんな不安を引き寄せようとも、どれだけいろんなリスクを思いつこうとも、流れはもう普通に流れていってるわけですよ、宇宙の流れとしては。なのでその中で新しい価値とか、新しいこういうものを生み出していきたいなっていう思いは確実にあり、それは時間をかけて成長していくものなので、いきなり1から10にこう1段飛ばしとか10段飛ばしでは物事はいかないので、焦らずに一歩ずつ行ってねっていうことと、やっぱりオラクルがマジシャンの逆なので、これもね、もう始まるとか、こう来るなっていう匂いだけして、なかなか始まらないみたいな時に逆位置で出るんですけど、どこでスタートを切るかっていうものをちょっと考えるのかもしれないですね。まあ8月20日からやる気とか、23日から光当たるし、27日からは新月だし、もしくは誕生日が9月だったら9月からの誕生日からにしようかなとか、まあなんかタイミングはいつでもある、どこで入ってもいいんですけど、それは皆さんが過ごしている今の現実の中、現状の中でご自身で選べます、いいタイミングを。なので無理やり考えすぎて、もっといいタイミングがあるんじゃないかとか、いやどうなんだろうかって考えすぎない方がいいですね。もうなんか今がその時と思って、あ今日かなと思ったら今日やっちゃうぐらいの感じでもいいと思いますね。それぐらいの方がいいかな。ちょっとマジシャンの逆を見てみますね。考えれば考えるほど怖くなったりとか、不安材料を見つけやすくなるので、あんまりそんなに時間かけない方がいい気がしますね。なんかそうですね、カップ5に吊るし人にソードの9ということで、やっぱり、ね、考えれば考えるほど不安材料が大きくなるっていう感じがしました。さっきねちらっと言ったんですけど、8月24日から天王星という星が逆行するんですね。で天王星っていうのはちょっとすごく摩訶不思議な感覚で、思いもよらぬいい流れに乗るとか、なんか思いもよらぬトラブルとか、びっくりするっていうのかな、予想外のこととか、化学変化、いい意味で化学変化が起きたり、想定外のことが起きたりっていうことが起きやすいんですけども、それを全部予測して全部把握して対策を練るって不可能じゃないですか。なのでそれを一生全部知ろうとすると、どんどん深みにはまっていくっていう感じがするので、そうですね、私のおすすめとしては8月27日の新月か、もしくはその前でも後でもいいんですけど、ご自身の誕生日の時に本当に自分がどうしたいのかって出てきた、その情熱や感覚っていうものをキャッチして、それ今すぐできないだろうかっていうふうに考えてみてほしいんです。でできることだけ今すぐやってみてください。でこれが来月には中止になるんじゃないかとか、これはどれだけリスクがあるかっていうのはあんまり考えない方がいいですね。そうすることで次につながってきます。そして何があってもその時点でまた新しい扉を開いていけるし、何があってもまたその時点で対処していける自分であるっていうことを信じてくださいって感じがしました。これはペンタクスのエースというすごくいいカードなんですね。新しい道が始まろうとしている、なんかすっごい応援されてますよね。ペンタクスエースにサクセスということで、
自分が選んだ道はどんな道であってもそれは自分にとって成功の道だよみたいな感じで言われているので、恐れに負けずに進んでいってほしいなって思います。はい、まあ、全体を通してはそうですかね。もう今この8月後半は特にもう全てにおいて新しい流れっていう感じなので、別に恋愛に限らずとか仕事に限らずお金のことだけに限らないんですね。でなので全体のメッセージとして受け取ってください。はい、ということでいい時間の幕開けを応援しています。ということで今回も最後までご視聴ありがとうございました。次回はまた8月の末ぐらいに9月の星メッセをお届けしたいと思います。ちょっと本来だったら8月9月今回一緒に説明しようと思ったんですけど、ちょっと長くなってしまいそうだったのでやっぱり分けました。はい、ということで次回もお楽しみに。ありがとうございました。失礼します。